はいどうもバチクソに寝坊した社会人です。電車の時間まであと10分、本気で走らなければ仕事に間に合わない、そんな忙しい朝に限ってなぜかお酒が手から離れてくれないなんてことをよくあるじゃないですか。あるある。おいまたかよ。しかし焦っていても何も始まりません。そんな時は一旦落ち着いてブリーを用意してみてはいかがでしょうか。まずは表面に軽く塩を振って冷蔵庫で10分ほど寝かせていきます。寝かせている間に昨日思いついた秘伝のタレを作り、そこへブリーをぶち込んでピタッとラップをしたらさらに1時間寝かせてください。そして空いた時間も有効に活用していきます。まずは食いたい分だけ大根茹でちゃってください。大根が柔らかく茹で上がったら漬けておいたブリとタレ、酒や水とともに10分ほど煮込み、あとは好みの味になるまでぐーっと煮詰めて絡めてあげれば、食卓に出たらテンション上がること間違いなし、ご飯が進みまくるブリ大根の完成です。忙しい朝こそ手を抜かず、最高の朝ごはんで最高のスタートを切れば、自然と仕事のパフォーマンスも上がってくるんじゃないでしょうか。それでは今日も一日頑張っていきましょう。